こんにちは、ドライトニュースの時間です。マインクラフトダンジョンズのアップデートが10月26日の月曜日にあることが判明しました。こちらの情報はマイクラダンジョンズの公式ツイッターからの情報です。アップデート内容は難易度アポカリプスプラスが登場します。今現在ではアポカリプスが最高難易度ですが、さらに上の難易度が登場します。そしてそのレベルも20段階あるようで、アポカリプスよりそう簡単にはクリアできそうにないですね。なお、こちらのアップデート内容は無料でアップデートができます。そして次のダウンロードコンテンツであるハウリングピークスは12月からだそうです。年内のマイクラダンジョンズは忙しそうですね。以上、マインクラフトダンジョンズの今後のアップデート情報でした。あと1週間後にはアポカリプスプラスが登場します。10月26日ですが、時差があるかと思いますので、日本ではもしかしたら27日の火曜日の深夜くらいから配信になる可能性が高いかと思います。そして PC 版やスイッチ版と一緒にできるクロスプレイについての新たな情報はありませんでしたが、マイクラライブの情報通りなら11月からできるようになるかと思います。個人的にはクロスプレイができるようになってほしいですね。これからレベル上げも忙しくなりそうですね。それでは良い一日を。